日本特別モデルの5ギガ帯で 4804Mbps 速いって。いやこれですね、実は。はい、こんにちは、タックでございます。さて、今回の動画はですね、つい最近、Wi-Fi6E 対応の、6GHz 帯が使えるですね、TP-Link さんのメッシュ Wi-Fi Deco XE75 をね、紹介しましたけども、実は TP-Link さんからもう一つ送ってもらってましてね、今回はそれを紹介したいと思います。はい、ものはこちらですね。おなじみのアーチャーシリーズなんですけども、なんと今回は日本特別モデルの AX80 でございます。で、こちらのね、商品、12月14日にね、発売したばかりの新製品でございます。じゃあですね、早速開けながらね、スペックの方とか紹介していきたいんですけども、Wi-Fi6 に関してはですね、まあ、いろんな用語もありますんで、過去に詳しく解説した動画があります。ぜひね、そちらの方、下のね、概要欄の方にも貼っておきますので、そちらもね、合わせてご覧いただきたいなと思います。それでは、開封。はい、それではね、開けていきたいと思います。まずは、こちらのルーターですね。デュアルバンドですね。5ギガ帯で 4804Mbps 速い。で、2.4 ギガ帯でも1148。これもね、速いですね。で、合計で、まあ、6000Mbps と、もう超高速 Wi-Fi6 対応のルーターでございます。そう、デュアルバンドとかね、トライバンドの説明ってしたかな？ちょっとね、覚えてないんですけども、まあ、簡単に言いますと、まあ、例えばこの 5GHz。これが民放。で、2.4GHz。これが NHK だと思ってください。で、まあ、NHK のその中の1チャンネルを使って民放の中の1チャンネルを使えますよ。その速さがこれですよっていうことです。で、トライバンドになると民放でもう1チャンネル使えるってことですね。なので、まあ、例えばですね、ゲームだけはやっぱりね、ここのチャンネルを使いたいっていう方にはですね、トライバンドがおすすめなんですけど、まあ一般的にはね、デュアルバンドでもいいのかなというふうに思います。で、こちらのルーター、ワンメッシュ対応。対応機器同士つなぎますと、まあメッシュ Wi-Fi でね、構築できるということですね。で、利用環境が、戸建てで3階建て、マンションで 4LDK、最大接続台数100台と申し分ありません。で、高速。IPv6 にも対応しております。あとはね、まあこんな感じかな。まあマルチユーザー前も。あとは、2.5GB の LAN ポートをついております。USB 3.0 もついております。で、アプリの方はね、このテザーっていうアプリを使用します。あとは何かな。まあとりあえず開けてみましょうか。よっしゃ、いえ。オープン。ダーンと。はい。TP-Link ではですね、初の縦型のね、ルーターでございます。ちょっとね、大きめだな。よし。ちょっと開けてみます。はい。まずこちらはね、本体ですね。なんか最近、うち縦型使ってないんですけど、どうでしょうかね。ちょっと大きめかなという感じがします。いかにもルーターっていう感じでね、かっこいいですね。形もなんかかっこいいんじゃないですか、こういうところもね。で、こちら、後ろ側ですね。上の方から、リセットボタン。こちらが、ギガビットの、LAN ポート。で、こちらが 2.5GBps の LAN ポート。そして USB 3.0。で、電源と、こちらが電源スイッチですね。はい、こんな感じです。なんだ。ここに書いてました。まあいいや。で、こちら、横型にも縦型にも設置できるという感じになっております。あとは、こちら、Wi-Fi 情報カード、SSID とか書かれております。その他、まあ、いろいろ説明書とかが入っている感じですね。はい。簡単設定ガイドもついております。で、あ、こちら、スタンドですね。スタンド。まあ、とりあえず、今はいいか。で、LAN ケーブルもついております。で、電源アダプターと。以上が中身になっております。では、
早速つなげてみたいと思います。まずはですね、ご自宅にあるモデム、こちらの電源をね、コンセントから抜いてください。で、抜いた後はね、10分ほど電源を入れずにね、そのまま放置しておいてください。で、これですね、もしかしたらそのメーカーというかプロバイダーによっても違うと思いますので、もしご自宅に、説明書があればね、そちらの方をご覧いただきたいなと思いますけども、なければ10分、まあ不安な方は30分、放置した方がいいかな。はい、うちはね、確か10分だったんで、今電源を抜いている状態でございます。じゃあ電源を入れようかな。ではとりあえずコンセントを入れて、はい、コンセント入れました。で、こちらのスイッチをオン、つきましたね。こうしといた方がいいのかな。で、アプリで設定するんで、ちょっとアップにしようか。そうだ、忘れてました、LANケーブル挿します。はい、そうすると今こういう感じですね。はい、それではテザーを使ってね、設定していきます。こんなもんでいいでしょうかね。はい、それでは右上で、追加かな、これはワイヤレスルーターですね。で、スタンダードルーター、ハードウェアの接続、はい、これ OK ですね。で、LANケーブルつなぎました。電源入れました。ルーターの電源も入れました。はい、 Wi-Fi の LED 点灯しております。で、 Wi-Fi を調べる、はい、TP-Link2939 とありますね。こちらピッと押します。で、パスワードはですね、こちらの Wi-Fi 情報カードに書かれております。多分このね、本体の裏側にも書いてると思うんですけどね、今ちょっとこのままにしておきます。はい、パスワード入れましたんで、ピッと接続、つながりました。つながったんで、こちらテザーに戻ります。接続できました。え、ダメですか。ですね、認識しました。いや、これですね、実は何をやっても認識しなかったんですけども、一度アプリを削除して再度またダウンロードしたらですね、なぜか認識しました。なので、同じ症状の方、一応ですね、アプリを削除してもう一回ダウンロードしてみてください。そうするとちゃんとですね、アーチャー X80、 これ認識されます。はい、じゃあタップします。あ、来ましたね、新しいパスワード。あ、これは自由でいいのかな。はい、パスワード設定しました。作成、インターネットアクセスに使用しているポートを教えてください。はい、今 2.5GBPS の方にね、接続しております。次に接続タイプを選択してください。うちは PPPoE なので、こちらを選択して次へ。はい、ユーザー名とパスワード、こちらはですね、毎回言っておりますけども、プロバイダーから、送られてきたユーザー名とパスワードを入れてください。はい、設定しましたので、ドーンと次へ。で、続きまして Wi-Fi ネットワークの名前とパスワードを設定します。こちらですね、前の機種が TP-Link で設定してあった場合は、同じ SSID とパスワードに設定した方が、その他の機材の再設定をしなくていいので便利です。で、今回はとりあえずですね、先ほど設定した SSID とパスワードを入力します。次へ。自動アップデートするかしないかですね。はい、します。はい、で、適用、お、お疲れ様でした。インターネットが利用可能です。終了。はい、ということでね、接続完了です。はい、いかがでしたでしょうか。 TP-Link さんのね、初の縦型ルーター、まあね、デュアルバンドなんですけども、ただね、2.4GB 帯と 5GB 帯もね、高速通信ができるスペックとなっておりますんでね、ぜひ気になる方はですね、下の URL からね、チェックしてみてください。はい、ということでね、今回は2022年12月14日にね、発売したばかりの TP-Link Wi-Fi 6 対応ルーター、
アーチャー AX80 を紹介しました。ということで、チェス。